では選手を代表いたしまして風間瑠美選手より代表挨拶があります。本日は女客元気花一致生き様にご来場くださいまして誠にありがとうございます。LLPW としては本大会は下半期のビッグイベントとなったわけですが、こういう大会を開けたものもファンの皆様のご声援を賜ものと心から深く感謝いたします。なぜ全日本の選手が今回こういう形で、開催にあたる入場式をボイコットしたのか、北斗だけなのかという理由が今私には理解できません。私たちは日頃から馬鹿にされてますが、私たちは私たちの信じる道をまっすぐ突っ走り、今日も全力投球したいと思います。最後まで応援よろしくお願いします。いただくので長谷川選手についてって一生懸命頑張りたいと思います。同じく青コーナー160番の長谷川さき。自分はですね、長嶋選手と何年か前は同じ会社の同期だったんで、もうそれから何年か経ってるんですけども、お互いどの程度成長したか肌で感じてみたいと思います。私が同期になるんですけど、1年ちょっと差がついちゃってるんで、ちょっと不安な面もあるんですけど、引かないでガンガン行きたいと思います。同じく赤コーナー145番のレオ北村。長谷川選手にはこの前の、愛知の時やられているので、今日お返ししたいと思います。
って思わないで、最後はそんな感じだったんですけど、やっぱり1年差がついてるっていうか、それをすごく感じるんで、もっともっと体力つけて、それからもう一回やりたいです。試合がどういう風になるかはもう分からないんですけど、そうですね、キャラクターだけじゃ通用しないってことを分かってもらいたいと思います。まあ、3分ぐらいでき、まあ、頑張ってもらいたいと思います。いいとこ持ってかれないように一生懸命頑張る。
んなに回したの。でも、そんな回した初めてだよね、うん、その辺はなんか分けて回る。そうですね、あのあんなに早く、まあ、ローリングクレードル出したわけですけど、まああそこで、まあ5回10回で取れたと、ホール3カウント3取れたと思うんですけど、それじゃただ申し訳ないなと思って、うん、早すぎて申し訳ないなと思って、まあ、自分もまだ全然息も上がってなくて余裕があったから、まあ、回せるだけ 回せるだけっていうか、今まで30何回までは回したことあるんですけど、50回までは回したことなかったんですよ。だから今日50回回してみました。数えてんの？数えてますよ、私。50回です。50回。はい。2分ぐらい回したもんね。多分50回だと思うんですけど、数えてみてください、ビデオで。すごい回せれましたよね。あれでわけわかんなくなっちゃって、もうちょっとトヨタさんとやって、いろいろいいところを盗もうかなと思ったんですけど、回されちゃって、なんだかわかんなくなっちゃって、今度もし当たる機会があったら、もうちょっとやられないようにしていろいろいいところに住んでいきたいと。すごいジャンプ力とかある人なんで、自分もそういう飛び技とかもやりたいんで、尊敬っていうか目標、一人目標の選手なんで、またやれたらいいなと。今日はわけわかんなくなっちゃいました。北上選手ですか、分かりませんよく相手が出てくれば私も出るし、相手が出てこなかったら潰します。はい、今日も張り切っていきたいと思います。いくぞ。赤コーナー LNPW150 番の二上美希子。体重差は沢井さんよりもはるかに軽いんで、あんまり気にしないで行きたいと思ってます。相手のペースに捕まらないように私の持ち味を出せればいいなと思ってます。
悔しいの一言です。感触をつかむ前に終わったっていうか。わけがわからないし、悔しい一言。試合とか実際に見たことないので、まだどんな感じかとか分かんないんですけど、とりあえずまあキック使うことということで、まあ、最初は様子を見ていこうと思ってます。あんまりよく相手のこと知らないんですけど、動きが速いから、それにどんだけ自分がついていけるかと、どんだけ蹴りが出ていくかと、それを気をつけていきたいと思います。やるだけやってみます。やんなきゃ分かんないから。山田選手との対戦っていうのは、この間愛知の時にあずに言うこと言われて、あずと京子に言われて、すごい悔しくて、こん
度は絶対やってると思ったんですけど、短い時間で終わって情けないなと。対戦相手の半田選手はあんまりね、まあ何度か LL と対抗戦やってるんですけど、あんまり試合自体は見たことないんですけど、まあ噂によるとうちの下田とライバル関係にあるらしく、泣かした泣かされないっていうのはよくやってますけれども、まあまあでも結構 LL の中にしてはいい選手らしいんで、楽しみにしてる部分はあるんですけれどもね、まあそこそこやってくれるんじゃないかなと期待はしてますけれども、まあどうなるかわかんないですけどね。まあガンガン来いよって感じですけど、まあそうですね、3分もありゃいいかなって感じですけどね。まああと一つ、風間社長にこれで秘書がいなくなるかもしれないんで、新しい秘書を探しといた方がいいかなって思いますけど ね。一応忠告まで。じゃできない相手なんで、もう思いっきりぶつかって、で自分がどこまでできるかまだ分かりませんが、頑張りたいと思います。半田美希を甘く見ないでください。Ah!
なんだそのカードバカ。そんなことしてから恋人になるのアホ。少しは愛知の教訓を分かれバカ。でしょうけど、まだ自分たちのレベルには伴わないっていうか、それでもって気迫も伝わってこなかったし、なんか気ばっかり焦ってたと思うんですよ、向こうが。見ての通りで、はい、何も言うことはありません。はい、強いて言えば、そばともっとうちの長谷川先生みたいに顔面に当てるぐらいに来てほしいです。まあリングで言ったことが全てでしょうけど、あ、一つ言い間違えました。秘書変えた方がいいじゃなくて、あの、つく社長を変えた方がいいと思います。半田選手は、ね、せっかくいいもん持っててももったいないですよ。あの社長についてたら教訓生かしきれてませんからね。太田といい、愛知といい、次は大阪城でイーグルに向かってマラソンします。全然もう壁のように大きかったっていうのがすごい第一印象っていう、蹴りもすごい一発で終えって感じで、全部がもう全部効いちゃったっていうか、顔に入った蹴りで一瞬ちょっと記憶がなくなっちゃって、でもいい勉強になりました。何回やっても結果は一緒だと思うんで、まあ遊んであげましょうということ。チームワークで頑張ります。楽勝です。
初めて当たった人が多いんですけど、蹴りまくります。よし、みんな頑張るぞ。赤コーナー NNP ダブル170パンチ、遠藤瑞希。同じく155パンチ、クレマイキャラシャ。同じく170パンチ、タテノに任せて、自分はもうとにかく楽しんできます。武道館の借りがあるので、それを返すためにも頑張ります。10人もいるから、その中でも一番目立ってやるよ。相手のペースに乗らないように頑張ります。そうですね、やっぱり交流戦でかなり自分の場合は、やられる回数が多かったんで、今回は必ず借り返したいと思います。Yeah!
Yeah!
試合が結構やられちゃってたんで、ここら辺でもうこの間負けてる分ね、武道館でもう絶対勝たなきゃいけないってもう思って臨んだんで、で先輩もあなたにもこの辺でもう巻き返ししなきゃいけないっていうもうそういう気持ちがすごいもうもっと大きくなったんで、でもみんなで力を合わせたから。そうですね、全般やっぱ押され気味だったんで、なんとかしなきゃいけないなと思いながら試合やってたんですけど、なんかイーグル一人に頑張られちゃって、そんなことないようになりました。一番にやられると思う。最初の自分の攻めも全然甘かったし、試合途中何度もチャンスを与えてくださったんですけど、それを生かしきれなくて。穂積選手は相手になりません。カンドリー選手を目いっぱい怒らせたいと思います。カンドリー狙いできます。とにかくブルナカの復活だから気をつけるように。赤コーナー LLBW125 パウンド穂積宇多子、同じく赤コーナー165パウンドカンドリー、体重差はかなりっていうか違うんですけど、気持ちだけは負けないっていうか、前場にはバカにされっぱなしなんでガンガン行くだけです。ブル、復活してみろよお前。Ah!
Thank you.
ちも終了忘れたよ、お前。特にじゃあ戦いたい選手っていうのは、今んとこ特にって言われても、まあ言われれば誰とでもっていう感じで。お前がな、LL の魂見せてもらったよ。お前みたいなのがな、社長でやってるから LL はダメなんだよ。それからな、6月15日、大田区、お前人の意見も関係ない、何勝手に決めてんだ。何度も言ってるけど、セメントマンが工業を助けるつもりはねえんだよ。お前に勝手なことばっかり言うなって、お前らみたいに起きるなんて、そうなってる、私の気持ちが分かるか。ほら確かに今日負けた、乾杯だよ。風間、行こう。風間、風間、明日があるぞ。だけどね、ひどいわ。崖っぷちで頑張ってんだよ。お前、あんまり泣いてかわいそうだからよ、お前一回言ってやろうな。一回ぐらいはな、お前とか助けてやってもいいだろう。何が崖っぷちだ。でかい団体でな、生き残っていく方がな、よっぽど大変なんだよ。お前にも、カンドリにも、もっとプロレスの厳しさを教えてやるよ。今日悔しいし、こういうことが出ないっていうことにしても、お前にも舐められてるなっていう感じで。お前んとこだ、社長に言っとけ。人のことを送るんだったらな、てめえが来いってな。この野郎舐めやがって。ただじゃおかねえぞ、風間。人のことな、舐めんのもいい加減にしろ。
ました。マスコミの方々、証人となっていただき、ご確認いただきたいと思います。本当に女の命まではかけられませんけども、髪の毛をかけるということで、やっぱりそういう意味で私はちょっと再生したかったし、やっぱピンホール取りたいし、振り向いてもらうためには、ということで、その熱意を表明するという形です。今まで前だけ向いて、まあ、突っ走ってきましたが、たまには後ろを振り向くのもいいんじゃないかなっていう感じですね。私のこの金髪が宙に舞うことはないでしょう。金髪、ちょっとうざったいようなので、綺麗にしてあげたいと思ってます。何度も言ってるけど、この金髪が宙に舞うことはまずないよ。てめえでてめえの首つじたいんだから、それでいいんじゃない。とにかくもうやるしかないっていうことと、まあ、なんとか金髪、北斗の金髪をリング上で宙に回したいと思ってます。Yeah!
Yeah!
Thank you.
今の時代分かってるか。神木なんてな、初めから必要ねえんだよ。そうだろ、あしたお前の髪の毛なんか欲しくねえよ。どうなんだよ、お前こそ中学生の高取りの手を食べよ。今の展開してな、カドリー、この悔しい気持ち、あんたに全部託す。最初に、あんたに全部。
とか髪の毛なきゃ私と戦えないとかさ、そういうんじゃないんだと思うんだよね。今の時代さ、本当、うん、対抗戦、今日私が入場式に出たのは本当言ったけど、後でさ逃げたとか言われるから、だから私は出たんだよ。ああ、みんなボイコットでも私はあいつは逃げたとかなんとかまた言われるから私は出たんだよ。初めからこの髪切りっつうのは乗り気じゃなかったって言えば乗り気じゃなかったし、うん、っていうかもう武道館で結果はついてたなっていうか、そうやって思ったから。風間とはもうやる気はないと思う。もうこれっきりでしょ。北斗時代があって髪の毛がかける自体間違ってるって言ってんだったら、メンターだって間違ってるんだろう。今度はブルだよ。今度はブル一騎打ちで、あっちも言ってましたけど、忘れないぞ。いつもやってやるよ。ブルの怖さっていうのは今日感じられますか？まだまだだ。